今日もエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、チェンソーを扱う本家の、カニバル、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。カニバルについての背景をまとめていこう。カニバル派別名レザーフェイスと呼ばれている、元ネタ派、悪魔の生贄に登場する殺人鬼だ。このモデルといえば、ヒルビリー、だね。ちなみに、サバイバーを吊るす肉フック派この映画がモデルになっている。それでは、カニバルの背景を見ていこう。レザーフェイス自身が他者を殺めるのは自身のエゴや性欲、頭の響く声など様々なものを鎮めるためではない。彼自身が殺すのを恐れているからである。誰かに傷つけられることを、家族に失望されること、人肉を食することの秘密が露見する子を恐れているからである。ただ、彼は言われたことは何でもやり、家族が自分を好きでいてくれるのが全てだ。そのため、よそ者は恐怖の根源である。例えば、家に上がり込んだ招かざる少年のように家の中を探し回り秘密を暴こうとする者、そういった者には間違いなくレザーフェイスは始末し、家族を守るのである。それは皆から教わったかのように、しかし、家族を守るだけではない。たくさんの仕事があり、それはそれぞれの顔がある。夕食を用意し、家族の面倒を見る。かつては面倒を見てくれた親を自分たちが世話してくれたように世話をする。それらを役目としてレザーフェイスは引き継ぐ。安心と安全のために。しかし、彼が善良を尽くしても少年を一人逃してしまった。それにより、よそ者に兄を失ってしまう。よそ者たちは走り去り、それを見たレザーフェイスは怒り悲しみ、苦痛。そして不安に襲われた。そして、崩れゆく自分の世界で彼は回り、チェーンソーを振った。彼を覆う無数の外敵を知りつけるために、今回も抜粋した形にはなるが、自分の安心のために生きてきたのがわかる。特殊能力においても癇癪を起こしたりと意外と子供っぽいところがあるのは、背景からして読み取れると思う。精神年齢にして8歳という若さであるため、自分の世界に生きているキラーである。待望のコラボキラーであるカニバルの特殊能力を見ていきましょう。カニバルの基本能力は平均的になっている。移動速度は秒速 4.6 メートル。脅威範囲は32メートルで背が高い。見た目に反して素早いんですよね。では特殊能力に行こう。特殊能力は、ババのチェーンソー、を使った一撃型だ。使い方は簡単で、チェーンソーゲージを貯めて振り回すだけである。チェーンソーを起動し、振り回しながら徐々に加速して移動する。チャージ中は移動速度が低下するが、ゲージが最大まで貯まると発動する。攻撃が命中すると生存者は一撃で這いずり状態。攻撃動作を停止しない。一度で複数の生存者に攻撃を当てることができるため、油断はできない。ただし、チャージを始めると血の渇望が不適用になる。さらに障害物に当たるとカニバルが癇癪を起こし、一定時間止まる。その後チェーンソー攻撃を開始する。チェーンソーの効果は他にも板を破壊することが可能。アプデからはトークンを3つ保有し、チェーンソーを起動した後サイド能力ボタンを押すことでトークンを5つ消費し、2秒延長してチェーンソーが起動できる。しかし、癇癪と命中しなかった時のクールダウンが1秒ずつ長くなる。一撃持ちの特殊能力な上に、発動時間が長い。さらに発動して移動速度が上がるため、無理にチェイスすると一気にやられるんだよね。なるべくチェイスするなら壁になるものを用意しておきたいキラーではある。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、玉虫色の皮、アンケモノの刻印、の3つ。簡単に言うと、玉虫色の皮、は、チェンソーを当てるとトークンの回復。アンケモノの刻印、は、チェンソーの移動速度アップ。チェンソーの一撃持ちに加え、
使用するとデバフ効果を与えるものが多い。なるべくチェイスをするときはチェーンソーを使わせないように距離をしっかり維持しよう。イタグルを狙いすぎると逆に追い詰められやすくなるので気をつけましょう。カニバルの固有パークについて解説しよう。ノックアウト、バーベキュー&チリ、フランクリンの悲劇の3種類、一つずつ確かめてみよう。ノックアウト、は、可視能力妨害型パークです。説明通り、サバイバーが一定距離以上で探知ができなくなります。瀕死状態のサバイバーは通常味方から確認ができるのですが、一定範囲内でなければ見えないというのは救助の遅延につながっていきます。出血死もあり得るので、サバイバーが無理やり救助してくるのを狙えるんですよね。特にカニバルのように一撃持ち派、電波するおじけ、で近くのサバイバーを特定し一網打尽もできるので、パークで探し出したり放置しておびき出すのも非常にいいかと思います。バーベキュー&チリ、派、索敵&ブプップ型のパークパークです。このパーク派、キラー必須と言ってもいいくらいのパークです。その理由としてですが、まず調した瞬間にサバイバーの位置が特定できるため、次の行動が定まりやすくなります。見えなければ近くに潜んでいる可能性もあるので、警戒もしやすいんですよね。あとは、ブラッドポイントのボーナスです。このボーナスが、すべての獲得ポイントに反映されるので、めちゃくちゃポイントもらえます。索敵だけでなく、ポイントも美味しいので、つけててムラがないパークです。バベチリを警戒してロッカーに入るサバイバーもいるので、アイアンメイデンと組み合わせてロッカーに隠れたサバイバーを特定するのもいいかと思います。ロッカーに入れないというだけでもプレッシャーにはなりますからね。フランクリンの悲劇、は、アイテム対策型パークですね。特にライト持ちに対しても対策と言えます。回復や鍵などいろいろ要素はありますが、積極的につけるかというと難しいところです。マッチング中にサバイバーが大量にアイテムを持っているようであればつけるくらいで警戒用として持っておくくらいで良いかと思います。バベチリだけでも積極的に欲しいキラーです。どのキラーにつけても腐らないパークなので、このためにドルクを買ってもいいくらいですね。カニバルの対策としては、とにかく近づけさせないこと、近づいた時のチェーンソー派ピカイチと言っていいほど強いです。移動速度が上がるので、一気に間合いを詰められることも多くあるんですよね。とにかく、近くの板や窓枠をしっかり把握して、いつもより早めに行動するようにしましょう。ワンテンポ早く処理するのが重要です。また、チェイスをやむなくするときはサバイバーのキャラコンが重要となります。チェイスが始まって板がないとなったときは、なるべく壁をするように走りましょう。特に曲がるときはするように動くのが大事です。壁にチェーンソーを当て言うことによって感触を誘発するためです。ちなみに救難派困難を極めます。チェーンソー派場合によっては二人まとめて倒せるためかなり辛い展開があります。無理救をすれば一気にやられることもあります。まずは、ボロ体持ちを優先して助けること。そして救出するのは二人目が倒された瞬間を粘ること。確実に助けれるタイミングを狙うことです。また、それまで発電機を修理することが大事です。それだけで有利になりますし、キラーの不安を煽れます。とにかく発電機を残り2個以上にして、ハッチから逃げれる準備ができるところまで整えていきましょう。一人に執着している時こそチャンスなキラーです。いかがでしたでしょうか？カニバル派ヒルビリーの元キャラということもあって何かと見分けのつけにくいキラーですが、強いキラーです。また、地下フタバルと呼ばれるほど地下に対して強いキラーなので、救助のタイミングなどをものすごく要求されるキラーです。逆に言えばキラー側は逆転のチャンスがあると言えます。とにかく相手の様子を伺うのが大事なんですよね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。
一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。